どうも、女優ヨガのゼリナル、19回でございます。まあチャンネル登録もね、どうぞよろしくお願いします。フリーハンドで話しますから、頭の配線だったり、翔さんの考えてることがまとまらなかったり、これ混雑すると。なのでこの15分間は小生の脳内、哲学とかですね、思想、何を考えているかというスケッチを、まあ見てる風に解釈していただくと面白いんじゃないかなと。で、話す速度がちょっと、とろかったりで、もたついたり、つまりこの原稿通りだったりとか、トークスクリプトがあってそれを通りやってるわけではないのでね、もたついたりしますから、 YouTube ですと、速度を 1.25 倍だったりとか 1.5 倍にして楽しめますからね。で、 1.5 倍とかで見ますと、15分でしたら10分ぐらいでさらっと見れますからね。そういうふうに時間を短縮して、でさらにまあ字幕とかをつけて口をこう見て真剣に10分間聞いたりとかした方が、内容がこうずっと刺さってくるかもしれないですね。何かしながらするよりもそっちの方がいいかもしれないですね。で、まあ、今回のその武漢ウイルス、4月の27日の藤井元気さんのワールドフォーキャストの、やつをちょっと題材にして小生が解釈をさせてもらったんですけど、2019年の、11月ぐらいには、まあ、武漢ウイルスがパンデミックを起こしていることを、少なくとも公でアメリカ人はミリタリーインテリジェンスで知ってたと。でさらに申し上げると、武漢市のウイルス研究所に2018年の初めに、アメリカの国務省かどっかが行った時に、これはコロナウイルスがパンデミックを起こすかもしれないぞというようなことを、チャイナにある米国の大使館から、そういったアメリカ政府の、極秘の情報といいますかね、シークレットの情報を流してたと。でそれが、ワシントンポストに、なぜかリークされてて、で2018年頃に、そういったことが記事になってたと。でも、ゾベスだとか忘れたんですけど、ワシントンポストの、は2013年の8月頃でしたかねに、ベゾス氏に、100% ポケットマネーで買われて、完全なる、所有の、記者というか、なってますから、要は、アマゾンの創始者の、ベゾス氏でしたかね、彼の創始さんが日本円で14兆円を個人で持ってますから、つまり彼はビッグファイナンシャリストといって、世界をどういうふうに動かすか決めるメンバーの、一人だと詳細は解釈してますから、つまりユダヤ思想グローバリストですよ。ということは、ディープステート側というか、ロスチャイルド側のそういった中の組み込まれていると。なのでアマゾンとかは、グローバル企業ですから、なんていうんですかね、アメリカに企業はあるんですけども、エストニアだとかだったかな、そこら辺に本社を持ってって、ほとんど法人税を払わずにいたりとかですね、そういうふうなずるいやり方で、資産を増やしてますから、小生はそういった
ワシントン・ポストの情報っていうのは、アメリカが、そういった武漢のウイルス研究所から出ましたよと言ったアリバイでやってるんじゃないかなと解釈してるという感じなんですね。ですから、今回アジア側から出た新型コロナウイルスと、で、さらにヨーロッパ側から出た、新型コロナウイルスっていうのは、両方ともキメラ、人工的に作られたウイルスであるっていうのが、分かってきたんですね。ということはですね、これも小生は別にウイルスの専門家じゃないですから、憶測でしゃべりますけれども、今回その死者が市場に出た場所はイタリアとかスペインとかアメリカなんですね。で、今回例えばその習近平氏が、一帯一路を言った時に一番初めに G7 でもろ手を挙げたのがイタリアだったんです。そのイタリアというのは、1980年代の後半から1990年代の前半ぐらいにかけて、チャイナの、農民層って言って農民工ですかねと言って、ものすごい極貧のやつらを住み込みでイタリアのそういったバッグだったりとか服だったりとか、そういった裁縫をさせると、もうただ増然というか、ものすごい安い賃金で住み込みで働かせると、そういう形でチャイナがイタリアに人員を送ってですね、中に食い込んでいってたんですね。それで北イタリアには確か30万人ぐらいのチャイニーズの住み込みのやつらがいて、実は今我々が着ているメイドインイタリーとかの服っていうのはメイドインイタリー by チャイニーズになってるんですね。つまりイタリア人が作ってないという形になってますね。だから雇用主からしますと、服を作るやつ、裁縫をするやつの賃金が下げたら、要は個人がお金を稼げますよね。つまり彼らも実はユダヤ思想なんですね。イタリア人にお金を富ますのではなく、イタリアで働くチャイニーズにお金を払う。そしてさらに言えば、春元協定ができてから2015年ぐらいまで確か最低賃金が定められてなかったと思うんですね。ですから非常に安い賃金で働いてたので、イタリア人の中流の人たちの賃金がどんどんチャイニーズが、イタリアの中に入ることで、イタリア人の全体の賃金が下がっていったんですね。つまり雇用主だけが富む形にしてしまったと。で、30万人ぐらい住み込みをしてた時に、春節の時にチャイニーズが、春節で戻って、で1週間か2週間ぐらい遊んだ後にまたイタリアに戻ってきたと。そこで小生が一番問題視しているのがですね、アメリカも死にまくってるんですね、武漢ウイルスで。なぜ死にまくってるのかって考えた時に、実はチャイナからサンフランシスコ側の方に、逃げたことによって、アジア型の、武漢ウイルスというか新型コロナウイルスが入り、ニューヨーク側からヨーロッパ型の、コロナウイルス、武漢ウイルスが入ったと。つまり日本に関してはほとんどヨーロッパ型の武漢ウイルスが入ってないので死者数が少なくて、ヨーロッパ型とアジア型が交わった場所は死にまくってるんじゃないかなっていう仮説が立てるというか、
小生はまあそうなってんじゃないかなと思うんですね。つまり、なぜイタリア人が2万人とか3万人ぐらい死んだのか、なんでスペイン人が2万人から3万人死んだのか、これイギリスも1万8000ぐらいし2万人弱ぐらい死んでますよね、確かね。で、アメリカは100万人ぐらい感染してるのか、それはですね、チャイニーズが非常に住んでるところ、つまりアジア型とヨーロッパ型が交わった場所が武漢ウイルスが死にまくってんじゃないのかなっていう感じしますね。つまり日本人が死なないのはヨーロッパ型の武漢ウイルスが入ってないからです。ということは日本はヨーロッパ型の武漢ウイルスが入らないように、国境をちゃんと制御しとけばほとんど日本人は死なないと推測できるんですね。それでですね、今回のその武漢ウイルスは、大体今20万とか、まあ、今は22万亡くなったとかって言われてますけど、全人口が80億弱いますから、80億から20万割りましたら、およそ4万分の1です。ということは、4万人に1人が死ぬのが今のところの武漢ウイルスで、仮に100万人ぐらい死んだところで、全世界でですよ、インフルエンザで亡くなる人の数とあまり変わらないので、ダイヤモンド・プリンセス号が1月から3月ぐらいまで、自衛隊と医師会と日本感染症協会が入って、アビガンの効き具合だったりとか、そういった治験がでやって93%ぐらいが助かるっていうのが分かりましたから、例えば50歳未満の人がかかって、重度の肺炎になる可能性がおよそ0.2%ですから、6000万かける0.2、6000万かける0.2をしましたら、大体15万人ぐらいが重度の肺炎になる。そうなってくるとベッド数が足りなくなりますから、大変なことになると。しかし、アビガンを使えば、発症から6日から9日ぐらいに、飲みますと、93%が助かると言われてますから、100-93しますと7%。ということは15万かける0.07としますと、大体8000から9000人ぐらいが重度の肺炎になると。それでいずもかやぐもかなんか知らないですけど、そういった、太ももの頸椎がどっかに刺して酸素を送るものをやれば、8000人から9000人の人もほとんど死なないと。ということはもうインフルエンザよりも、死なないようにアンダーコントロールができていると小生は解釈してまして、ただ、60以上になりますと3%ぐらいの人が大体、重度の肺炎になると一応計算がありますので、4000万かける3だと120万人の人が重度の肺炎になる可能性もありました。そうなってくるともうベッド数はもう足りませんので、で60歳以上の人っていうのはこれから年金をもらう人ですから、納税をしない人ですから、実は命の重たさで言えば若い人の方が価値があります。しかし今の日本では命を重い軽いっていうのが平等でできないので、60以上の人たちは家で待機してもらって、で120万かける、アビガンを投与したら8万ぐらいになるんですかね。そしたら、ベッド数が足りなくなりますから、なので60以上の人は家で待機してもらって、カラオケとか行かないようにしてもらうとかね、そういうふうに対処すればいいんじゃないかなと小生は思っています。ちょっと15分と早いですね、時間過ぎるのね。ちょっと、またチャンネル登録、よろしくどうぞ。時間過ぎるの早いですね。それでは、チャオ。